サルビア整骨院の小泉です。最近ですね、テーマとして設けてます、冒頭のキャッチコピーというか、文章でもありました通り、今こそ笑顔と睡眠をっていう風なテーマで、いろんな動画を作らせてもらってるんですけど、じゃあ具体的にこう睡眠に関しては前回、動画で、どういう風にこう免疫に、体の免疫機能に対していいのかっていうのは、2本紹介させてもらったので、まだ見てない方はもしよければ概要欄にリンクを貼っておきます。で、あとは笑いですね。笑いはどういうふうにじゃあ免疫に、こう密室な関係があるのか、ちょっと NK キラー細胞、ナチュラルキラー細胞か、ナチュラルキラー細胞っていう細胞を紹介した時に、免疫の機能を持っていまして、で感染症などに、第一にこう反応するのがNK 細胞ですよって話 でそれをこう活性化させるのは、笑顔と睡眠と腸内環境ですよという話をしました。今回はその笑いですね、笑いに関してどういうふうにこう免疫とこう密接な関係があるのかっていうのを紹介させてもらえたらなと思います。笑いと、笑顔だったり笑いですね、笑いと免疫ってどういう関係があるのかっていうところを掘り下げていきたいんですけども、最初に笑いの研究を詳しくし始めたのが、北米神経学会っていう学会に所属されているリーバークドクターですね。この人がかなりこう笑いっていうものはこう体にいいんじゃないかということをこうかなり突き詰めていろんな研究をされた第一人者みたいな方らしいです。で、じゃあどういうふうにいいのかっていうのを調べたのが、唾液アミラーゼって言いまして、ストレスを感じるとその唾液アミラーゼの中の数値がこう上がるんですね。でここのストレス値をこう、測定して、喜劇を見てもらったりとか、いろんなこう楽しいビデオを見てもらったりとかをしてもらって、で最初にこうフェイススケール法っていう、顔のマークが5段階かなあって、それを今どういう状況ですかっていう風なものをまず見せる前に書いてもらって、で見た、面白いビデオだったりとか喜劇みたいなものを見た後に今の感情どうですかっていうのをまたその同じフェイススケールで、チェックするという感じ でその人たちの唾液アミラーゼを測定して、免疫がどのように変化するかっていうものの研究を行った結果ですね、免疫細胞は活性化しましたというのがほぼどの研究でも出てきてます。で、それは結構こう、笑うと免疫が上がるっていうのは、よく聞く話だと思うんですけど、じゃあ具体的にこうお家でどういうことをしたらいいのかなっていうのを、お家でやりやすい方法としましては、ユーモアスピーチっていうのが、お医者さんで使われてる方法があるらしくてですね、ユーモアスピーチっていうのは、言ったらこう今日あったこととか、昨日あったこととかでもいいんですけど、自分が体験したことをちょっとこう膨らまして話を、面白おかしく作り話ですね、言ったら面白おかしく作り話をして人に聞かせてあげて、人を笑顔にするような会話をすると、で自分も笑顔になるということができると、免疫が上がりやすい、ナチュラルキラー細胞を活性化しやすいっていうのが、そのユーモアスピーチ法っていう方法を取ってる方が多いらしいです。ちょっと実際にユーモアスピーチを取ってみたので、お聞きください。どうぞ。じゃあ実際に、ユーモアスピーチを取ってみたいなと思って、家族にも少し話したんですけど、ジョギング朝たまに走るんですけど、うちは海が少し近くて、今はちょっと自粛してるんですけど、以前にあったことで、
砂が結構こう走るサイクリングロードっていうところはこう溜まりやすくなってるところなんですね。海の砂がこう山みたいになっちゃうんですけど、なんでそのすれ違うのは結構サイクリングロード狭い道路なので、こう譲り合うような感じな場所なんですね。向こうから人が来たりとかすると、自分がこう砂のところ走らなきゃいけなくなると、ちょっと止まったりとか、あ、止まってもらったりとかすると、まあ、どうもどうもみたいな感じのこう会釈をする人もいれば、こう手を挙げてくれる人もいたりとかするようなのがこの辺だと結構ありまして、で、まあ、実際にこう向こうから結構走り込んでる感じのランナーみたいな、本当にもう趣味マラソンみたいな人が向こうからこう走ってきまして、こう手を挙げてたんですけど、その手の位置が結構こう高かったんですね、僕からしたら。で、高く感じたので、あ、なんかこうハイタッチも止めてるのかなと思って、僕がこうパーンってこうハイタッチをその人にしたら、ものすごくびっくりした顔をして、あ、そのハイタッチを求めただけではなくて、その人はこうどう思ってこう手を挙げていただけだったという感じですね。もうちょっとこう面白く話せるかなと思ったんですけど、以上です。まあ、さっきもユーモアスピーチ聞いてもらったと思うんですけど、かなり難しかったです。うちでも家族、子供と嫁と3人家族なんですけど、ご飯の時にもう3日間ぐらいやってるんですけど、なかなか難しいです。なかなか難しい、何その話みたいな感じに結構なります。なんですけど、それをやることが結構うちではちょっと日課になりかけているので、そのユーモアスピーチ今日なんかないかな探しの日常みたいのも結構楽しかったりします。なのでちょっとやってみるっていうのも一つこういい案なのかなっていう気は僕の中でしました。なんですけど、やっぱテレビで見てるようなお笑い芸人みたいな感じはないので、ユーモアスピーチすごい難しいです。はい、ます。で、笑うっていうとなんかすごくこうアハハアハハ笑わなきゃいけないんじゃないかなと思うかもしれないですけど、実際そうでもないみたいで、こう作り笑顔ですね。可愛い作り笑顔。可愛い作り笑顔だったとしても、これをするだけでも、これを毎日5分やったっていうだけでも免疫が上がったっていう風な結果も出てるみたいです。なので、まああんまりこう笑うの苦手だなとか、笑うのあんまり好きじゃないなっていう方でも作り笑顔は、まあ、できると思うんですね。なので、自分の体を守る免疫を上げるためにもこう笑顔はすごく必要なんだよっていうのは、まあ、最近よくテレビとかでも言うようになってるんですけど、笑いっていうのはそれぐらいこういろんな体の面で、まあ、いい部分なのかなと思いますから、まあ、今このこういう状況、コロナウイルスがすごく流行ってしまってなかなか家から出れないとか、家に過ごす時間が多くなってしまうと、どうしてもやっぱニュースを見たりとかするちょっとこう抑うつ状態というか、心に病にかかる人も今すごく増えてるみたいです。なんですけど、笑いながら心に病にかかるというのはかなりこう相反するところなので、多分不可能なんですね。なのでその笑いっていうところのストレス数値に関してもストレスの減少っていうことはすごく大きく認められてるところなので、ちょっと気分が浮かないなっていう方がもしいらっしゃったら、まあ無理やりでもいいので、ちょっと楽しい、まあ、動画なり、まあ、インターネットでもいろんな動画見れると思いますから、特にお年寄りで一人で住んでる方がそういう状態に陥りやすいという傾向にあるみたいです。やっぱり一人で住んでいて、テレビをつけるところだとニュースで暗い話ばかりっていう話になってしまう、どうしてもこうこの先の不安だったりとかっていうところがどんどんこう大きくなっていってしまうので、もし誰かがなんかこう近くでこう、まあ、テレビ電話とかでもいいので、まあ、少し会話してあげたりとか、まあ、なんか少しちょっとその面白い動画を見せてあげたりとか、興味があるものをこう提供してあげたりとかっていう視点にしてあげられると、ちょっとその人の気分も晴れてくると思いますし、状態も前向きになっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、意識的に笑うと笑顔になるっていうことをすることによって自分の体の免疫力が上がりますよっていうふうなことを今日は紹介させてもらいました。なかなかちょっとこうこの先が見えない、今こうその笑ってられない状況なのかもしれないんですけど、もう笑っても笑わなくても状況が変わらないんだったら、まあ、笑ってた方が僕はいいんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、なのでこう自宅に帰った時に、まあ、誰かに電話するでもいいですし、家族に話するでもいいですし、
今日こういうことがあったんだっていうのをちょっとこう膨らませて、事実もありつつちょっとこう話を大きくしてもいいと思いますから、そういうユーモアスピーチですねっていうものをちょっと取り入れられると自分の体の免疫力が上がって、まあ、大事な人を守れると思いますし自分も守れると、でコロナになりづらい体になるということになると思いますから、まあお家で簡単にできる方法かなと思いますので、ぜひ興味がある方はやってみてください。